あ、それで思い出したけど、俺と岩切、あ、俺とそいつのあの、等身大パネル、岩切くんがもういい加減部屋から処分したいから、なんとかしてくれって苦情来てるから、大事にしてくれる人のところに、お届けに行くやつやろうかなと思うんだけど、欲しい人いる？あのクソでげやつ。捨てろよ 燃やす動画撮って終わりにしろ 嫌やわ、結構高かったのに。オープンレック本社の入り口にも置いておこうぜ オープンレック本社の人たち、どんな気持ちでそれを見届けるねん。いや、そういう、なんか、壊す目的じゃなくて、大事に、部屋に飾ってくれる人な。部屋に大事に飾ってくれる人。大きさどれくらいなの？2メートルぐらい。縦2メートルは、縦2メートル、横。100センチぐらい。で、でかいね。無駄にでかいね。だから岩切くんも困ってるってことよ。岩切くんも随分困ってるみたい。あれ？リサイクルショップに売りに行く、いや、リサイクルショップに売れるわけないやん。知らねえやつの、芸能人でも何でもないやつの等身大パネル。誰が買ってそれを誰が欲しがるね。ちょっと待って、パネルの写真を出そうと思って。これやな、これ。こんな感じ。でかいねん。いや、でかいねん。邪魔やねんて。それは邪魔だろ、普通の神経なら壊してもう捨ててる 岩切君も普通の神経じゃないみたいな失礼な言い方。フォロー &RT でこれが当たるの まあ、今度ツイッターで告知すると思うから、部屋に飾ってくれるのを、部屋にかざかざ綺麗に飾る様子までを動画にしてもいいよって人を募集すると思うから、その時応募してくれな、この等身大パネルを もちろん2つ設定、もちろん2個1、幕末志士のように。お前らが運んでくるの当たり前やん。そいつの方だけとかは無理、それはかわいそうやから。どっちが、そのパネルが、パネルちゃんが。ははは、もらっちゃおう その模様を動画化してさせていただかないとね。母親にあげたら、うちの親にあげて、うちの親どうすんねん、それを。届いたのに分割すんのはあり。いや、もうずっと飾ってもらいたい。畑に置いてかかしにするか そういう使い方をしてほしくない あ、メルカリで転売も禁止 たまに抜け捨て飾ってるか確認しに行こうな じゃあ自分の家に飾れば引っ越すのは衝動じゃん。なんであん、な、頭おかしいやんか。
なんで俺自分の等身大パネルを自分の部屋に飾るん？意味不明だろ。お前がそいつが使命感のパネル持ち合えばいいんや。最初そう考えたんだけど、なんか気持ち悪いねからやめようねって話になって、最初はそれで行こうと思ったけど気持ち悪いからやめようってなって、まとめて岩切君に送ることになって、コミュニケーション友達に相談してコンビニに置けないか聞いてみるわ。 あ、一応いいコンビニに置かなくていい、そういうのじゃないから、コンビニとかに置いちゃダメだろ。な、反則、クリスマスの時あれか、サンタさんの帽子でもかぶせて反則すんのか。なんだろう、この人芸人かな。